おはようございます。これより令和2年12月四万都市議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長において松浦慎議員、寺尾慎吾議員を指名いたします。日程第二 会期の決定を議題といたします。会期日程について、議会運営委員会でご協議を願っておりますので、その結果について、議会運営委員長の報告を求めます。安岡明議会運営委員長。 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。まず今期定例会の会期日程については12月3日委員会を開催し協議をいたしましたのでその結果についてご報告いたします。会期は質問者が12名でありその一般質問期間を3日間として本日から12月22日までの 16日間といたしております日程の詳細についてはお手元に配布のとおりでありますのでご参照賜りたいと思いますなおその他の所管事項の調査につきましては引き続き閉会中の継続調査をお願いすべきものと決しました以上のとおり報告いたします 以上で議会運営委員長の報告を終わりますお諮りいたします。今期定例会の会期については、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月22日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんかご異議なしと認めます。よって会期は16日間と決定いたしました。この際、初版の報告をいたします。 9月定例会以降における議長の事務報告及び議長が決定した議員派遣については、印刷としてお手元に配布いたしております。これによりご了承願います。以上で初版の報告を終わります。日程第3、第1号議案から第54号議案を一括議題といたします。直ちに提案理由の説明を求めます。中平市長。 おはようございます本日議員各位のご出席をいただき12月の市議会定例会が開会できますことお礼申し上げます今期定例会にお願いします議案は予算議案として令和2年度四万都市一般会計補正予算など5件条例議案として 島市新型コロナウイルス感染症対策、利子および信用保証料、補給基本条例基金条例など5件、その他の議案として、変地総合整備計画の変更についてなど44件で、合計54件となっております。なお、監査委員の選任についての1件を後日、追加提案させていただきますので、よろしくお願いをいたします。提出議案の詳細については、 後ほど副市長からご説明いたしますので、私からは来年度の予算編成の考え方、並びに5月定例会以降における主な取り組みについてご報告いたします。はじめに令和3年度の予算編成方針について申し上げます。国は新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響は甚大であり、これまで経験したことのない、まさに国難というべき局面に直面し、 日本経済は極めて厳しい状況にあるとし、本年9月の月例経済報告における景気認識を示す基調判断では、先行きについては感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、国内外の感染症の動向や、金融資本市場の 変動等の影響を注視すするる必要があるとしていますこうした中、経済財政運営と改革の基本方針 2020, 2020においては、感染症拡大を踏まえた当面の経済財政運営として、休業者や離職者をはじめ、国民の雇用を守り,守り抜くことを最優先とし、 決してデフレに戻さない決意を持って、経済運営を行い、併せて新たな日常の実現に向けた動きを加速し、必要に応じて臨機応変に、かつ時期を一することなく対応するとしています。本市の財政状況は、財源調整のため、平成29年度から2年連続で、減債基金を取り崩しましたが、令和元年度、一般会計決算では、実質収支が約1億9000万円の黒字となりました。 歳入では、市税が約36億5000万円と、前年とほぼ同額で、地方交付税が約78億1000万円で、前年度に比べ約1億6000万円の増となり、実財源の割合は29.7%で、前年度より0.2ポイント増加しているものの、地方交付税などの財源に依存する構造に変わりはなく、歳出は義務的経費が約95億円で、 前年度に比べ約8000万円の減となったものの、投資的経費が約25億7000万円で、前年度に比べ約1億3000万円の増、その他の経費が約92億2000万円で、前年度に比べ約4億7000万円の増となっています。今後の財政収支見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の大幅な落ち込みが今後数年間は続くと見込まれるとともに、 国税の減少に伴う地方交付税の減額など、歳入面において非常に厳しい状況が予想されます。また、歳出面においても、感染症対応の新たな行政事業とともに、引き続き社会保障関係経費の負担は大きく、大型事業の本格化なども相まって、令和3年度の財政収支見通しでは、約3億円の収支不足が見込まれ、市財政の環境は引き続き厳しい状況にあります。 このような厳しい状況下ではありますが、安全安心な市民生活、市民サービスの質の確保を最優先しつつ、地域経済の不要と新たな日常を通じた質の高い経済社会の実現に向け、社会変化を確実に捉え、迅速かつ着実に施策を展開していく必要があります。令和3年度の予算編成においては、総合計画に掲げる市の将来像である 人が輝き、夢が生まれる、悠久と躍動の町、四万十市を実現するため、次の4点の基本方針に沿って取り組むこととしていますが、来年度は5月が市長の改選期にあたることから、義務的経費、経常的経費、継続事業を中心とした骨格予算の編成とし、新規の政策的経費については、6月補正予算において、肉付け予算として計上することとします。 ただし、新規の政策的経費であっても、早急な対応を要する事業や、年度当初から実施が必要な事業等は、市民生活に影響を生じないよう、当初予算で阻止するよう考えております。まず、基本方針の1点目は、総合計画と町人仕事、創生総合戦略に沿った施策の推進であります。四万十市総合計画に掲げる市の将来像の実現に向けて、 次の6つの基本目標を意識した予算編成に取り込みます。まず1番目に、自然と共生した安心で快適なまちづくり。2番目に、にぎわいと住みやすさのあるまちづくり。3番目に、地域資源を生かした産業の力みなぎるまちづくり。4番目に、豊かな心と学びを育むまちづくり。5番目に、健やかで笑顔のある支え合いのまちづくり。 6番目に、共同で築く地域力のあるまちづくり、またこの基本目標に基づき策定しました、後期基本計画に沿った施策の構築を図るとともに、総合計画のリーディング事業施策として位置づけた第2期まちひと仕事創生総合戦略に掲げる施策、事業について、新たな日常が実現される地方創生の視点を加え、効率的な推進に取り組みます。2点目は施策の厳選と重点化であります。 厳しい財政状況下ではありますが、市民の生活を守り抜くことを最優先としつつ、経済対策および新たな日常の実現に係る施策をはじめ、緊急性や事業効果の高い施策への優先的、積極的に財源を配分をいたします。 そのため、事業の緊急性、事業効果を見極めた上で、優先順位を厳格に定め、普及の新規事業については、実施時期を見送るとともに、既存の事務事業の廃止、見直し、合理化、効率化に努めます。3点目は、公共施設の適正な管理であります。平成28年度に策定をした四万十市公共施設等総合管理計画の基本方針並びに施設ごとにより具体の管理方針を示した、 個別,管理個別施設管理計画に基づき、適切な維持管理に努めるとともに、施設の改修費用、維持管理コスト、利用状況等を考慮し、施設の統合、廃止を含めた見直しに取り組みます。4点目は、持続可能な財政基盤の確立であります。新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい財政環境が今後、長期化することが懸念されます。 そうした中健全で持続可能な財政基盤を確立するためには、普段の行財政改革が必要であります。第2次行政改革大綱に掲げる4つの重点項目を常に意識し、歳入の確保、歳出の抑制に積極的に取り組みますえ。続きまして、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。現在、都市部を中心として、全国的に感染拡大が認められ、第3波を迎えたと言われています。 県内におきましても、11月末から感染者が急増しており、12月2日には県より県下全域で警戒を要するとの感染症対応の目安が発表されました。ここ数日は、1日当たりの感染者数が最多を更新するなど、12月6日時点で233例目が確認されております。また福祉保健所管内においても、これまで4か月以上感染者が確認されておりませんでしたが、 12月5日に2名、6日には3名が確認されるなど、幡地域にも感染が拡大をしております。現在、幡福祉保健所により、濃厚接触者の調査が進められており、濃厚接触者の陰性が確認されるまでは、予断を許さない状況が続いていくと考えられております。え四万十市で、えー 四万十市の濃厚接触者につきましては、昨日5時の時点で、すべて陰性であるというご報告がありました。今後は、旗福祉保健所に等においても、感染予防に係る技術的助言をいただきながら、3密の回避や手洗い、うがい等、基本的な感染予防対策の継続と合わせ、市民啓発を続けてまいります。 また、新型コロナウイルスの感染拡大に備え、県の実施する感染者対応に関して、旗福祉保健所管内の宿泊施設に感染者を収容した場合の職員協力派遣や、旗福祉保健所での相談対応等における保,保健師の協力派遣といった要請に、市としても協力の準備を進めているところであります。次に市民病院及び西戸田診療所の 検査協力医療機関の指定についてであります新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大を続けている中季節性インフルエンザと同時流行も懸念されますそのような中新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合はこれまで新型コロナウイルス感染 健康相談センターを通じ、PCR 検査を受けることとなっておりましたが、検査体制の充実のため、現在では県指定となる検査協力医療,検査協力医療機関からも、民間検査会社へ直接検査を依頼をすることができるようになっております。市としましても、医師や医療従事者の人数、検査場所、検査方法など、協力可能な検査 協力可能な検査体制を協議、検討した結果、西土佐診療所は10月5日から、市民病院につきましては11月2日から、検査協力医療機関の指定を受けることとなりましたので、ご報告をいたします。これにより、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の検査については、民間を含め、市内11の検査協力医療機関において、医療保険を用いる行政検査として実施され、検査料、 判断料等検査にかかる自己負担部分については、公費で賄われることとなり、患者にとって受診しやすい環境が整ってきていると考えております。次に、新型コロナウイルス感染症にかかる支援需要についてであります。感染症が本市経済にも大きく影を落とす中で、経済活動の持続と回復は喫緊の課題であり、これまで全産業分野に対して、 事業持続化応援金を給付するとともに、町のにぎわい、地域経済の活性化に取り組んできたところであります。現在取り組んでおります経済対策と支援事業の状況についてご報告いたします。まず、農林水産業に対しての支援状況であります。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた品目を生産する第一次生産者の事業継続を支援する第一次産業持続化応援金ですが、 広報や関係機関を通じた周知のほか、生産者等への直接通知するなど、きめ細かな周知を行った結果、農産物72件、畜産物5件、林産物7件、特用林産物1件、水産物3件の合計88件、896万円の執行状況となっており、経営の安定と持続化への力となったものと考えております。 また今後の新たな生活様式への対応を踏まえた事業継続及び所得確保増大のための販売促進を支援する第一次産業販売促進支援事業の状況ですが11月末現在で2件の申請受付のほか事業内容の詳細について数十数件の問い合わせをいただいております。なおこの事業につきましては 受付期間が本年度末となっておりますので、今後も引き続きニーズの把握に努め、制度の周知徹底を図るとともに、多くの方に活用していただけるよう取り組むこととしております。次に、観光・商工分野に対しての支援策についてであります。商店街など、市内のにぎわいを創出するために行う活動を支援する、商店街等活性化事業費補助金につきましては、商店街振興組合が、 商店街の活性化に向けて取り組んだプレミアム付き商品券事業、また、中村料理飲食店組合の実施した感染対策の推進とテイクアウトの事業のほか、中村商工会議所青年部では、四万十元気祭り、フラフ祭りと花火イベントであります、中村商工会議所の星空スカイラ,イタン,スカイランタン、大切な人へのメッセージに載せてなど、 21, 21事業1735万8000円の補助を決定しております。さまざまな団体の方々が四万十市のにぎわいを創出するため、そして元気で笑顔のある街にするため、知恵を絞り、汗をかき取り組んでいただいていることは、本当に力強い限りであります。また、将来を見据えて販売促進に取り組む事業者支援のための販売力パワーアップ事業費補助金については、 8月17日から申請を受け付けておりますが、これまで四万十市の特産品を使った新商品開発や、サップ対応商品の開発、ホームページや EC サイト構築、宣伝、広告など、20件1196万7000円の補助決定を行っております。今回のコロナ禍の中でも、市内の多くの事業者の皆様に、将来を見据え、 社会や市場の変にに対応したた販売促進に取りり組んでいただいだておりますそして観光客誘致と市内消費を喚起するための四万十市クーポン事業につきましては、1月から実施することとして、四万十市観光協会への業務委託を行い、事業者募集のほか、クーポン券やポスターの作成など、準備を進めているところであります。次に商店街の活性化、にぎわいの創出に関する取り組みについてであります。 4月に開業したにぎわい拠点施設、四万十テラス晴れの場では半年遅れのオープニングイベント、ハッピースマイル・イン・晴れの場として、フォトコンテストやカツオ人間写真展、音楽祭などが催され、街中に人々を迎え入れ、にぎわいの流れを作るよう取り組んでいただいております。またここのの拠点施設がこの度日本空間デザインショー 大規模商業空間部門で同賞を、そしてグッドデザイン賞を受賞をし、12月4日には市役所にて受賞の報告を受けたところであります。町の再生のために集まった方々の思いを真摯に汲み取った建築がなされており、魅力的な佇まいであるということが高く評価されたとのことでありました。 世代にかかわらず気楽に強い交流できるコミュニティの場として、商店街の活性化、にぎわい創出に向けて、引き続き連携して取り組んでまいりたいと考えております。また、北の玄関口である西戸田地域では、10月25日に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地元商店街の活性化を図ろうと、江川崎奈良商店街において、寄ってしまんとおいしんぼ祭りを開催しております。 イベントでは地元21店舗が自慢の一品を販売をし、約1500名の方にお越しいただき、参加者からは大変好評をいただいたということであります。また、西戸佐商店連盟が主体となりコロナに負けるな、西戸佐天部フェス、 2020と題して、11月21日のキックオフイベントを皮切りに、年末にかけ趣向を凝らしたさまざまなイベントの開催を予定しており、市としても連携し、地域商店街を盛り上げてまいります。今後もとも感染症防止と経済活動の両立を図りながら、経済の回復、地域の活性化に向けて、さらに取り組んでまいりますので、よろしくお願いをいたします。次に、地域おこし協力隊についてであります。 地域おこし協力隊につきましては、10月以降、特定の事業に取り組むミッション型の協力隊3名を配置しております。中村地域におきましては、中心市街地活性化担当、町並みづくり担当として、各1名を配置し、それぞれの中心市街地のにぎわい創出などの中心市街地の抱える課題に関わる協力運動や、町中の景観形成、空き家などの課題に関わる協力活動に取り組んでおります。 また、西戸は地域の農業分野の将来を担う人材として、農業振興担当を1名配置し、地域基幹作物の振興にかかる活動に取り組んでいるところであります。隊員には外からの視点を生かした新しい発想や、これまでの経験をもとに、それぞれの活動を支援し、地域の魅力の再発見や元気づくりに貢献してもらうよう期待しているところであります。次に、ふるさと応援給付金についてであります。 年を追うごとに寄付金額が上昇傾向にあり、昨年度は寄付件数1万5577件、寄付金額4億169万8000円となりました。本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大や、昨年度の制度改正に伴う駆け込み需要が影響してか、4月、5月につきましては、前年の寄付金額を下回るスタートとなりましたが、6月以降、各月とも、 前年を上回る寄付の申し込みをいただき、11月末現在で1万628件2億814万6000円と、前年同期比で約114%となっております。この背景としまして、まず新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる返礼品扱い事業者に対する支援策として、5月から23事業、 のの59品品目の返礼品を新型コロナウイルス支援審として登録をし、市の公式ホームページやポータブルサイトに特設ページを開設の上、広く支援をお願いいたしました。また、6月からの寄付金の使途については、新型コロナウイルス感染症対策の事業に加え、全国の皆さんに支援と応援を呼びかけたところでございます。加えて、地場産品の PR と寄付者の選択肢を多くするため、 11月末までに123品の返礼品の造成を行ったことや、コロナ禍によりこれまでのような PR 活動等ができないことから、メールマガジンの活用や、新しいネット広告などに力を入れるなど、寄付金獲得のための取り組みに努めてきたことが主な要因と考えます。今後、寄寄件数が増加するる年末に向け、さらなる寄附金額の 獲得に取り組むに努め、本市まちづくりの推進に向け、全国の寄付者の方々の気持ちを尊重しながら、有効に活用してまいります。次に、文化複合施設についてであります。実施設計については、9月初旬に市民ワークショップ、10月下旬に建設予定地、近隣住民説明会を開催しました。9月4日の第3回市民ワークショップでは、28名の参加のもと、 小ホールに点焦点を当て、舞台や楽屋、客席などのイメージを紹介するとともに、現在の設計に対するご要望もいただきながら意見交換を行いました。また、10月26日の建設予定地近隣住民説明会は、第1種近、近、えー 住居地域への文化複合設施設建設に関して、建築基準法の規定に基づく県への許可申請手続きの一環として開催したもので、23名の参加のもと、整備事業の全体計画や建築計画の概要に対するご意見、ご要望をいただきました。設計業務の進捗といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、スケジュールに若干の遅れが生じていますが、 一部の業務については繰り越しをお願いしていますが、令和3年度の本格工事着工に向けた事業全体の工程には影響がなく、これまでと同様、鋭い取り組みを進めてまいります。一方、ソフト面で取り組んでいる管理運営基本計画の策定については、10月上旬と11月下旬に整備検討委員会を開催いたしました。10月2日の第2回整備検討委員会では、事業の広報活動や、 施設利用・運営計画の協議と合わせて、8月実施の団体,と団体とヒアリングの報告も行いました。また、11月30日の第3回整備検討委員会では、施設運営計画や収支計画、開館準備業務などの協議を行い、全8章からなる計画素案の全体像が固まりました。12月中旬から1月中旬にかけては、計画素案のパブリックコメント、12月28日には、 市民説明会も予定しており、より幅広い市民の皆様の意見が反映された計画となるよう努めてまいります。次に、市民スポーツセンター改修工事についてであります。市民スポーツセンターは、市民スポーツの拠点として、多様なスポーツ活動や健康づくりの場として多くの方々に利用されてきましたが、施設の経い劣化等によるアリーナをはじめ、卓球場や武道館の床面の状態が悪く、 本年9月よりり各フロアの全面改修を行っております。工事も順調に進んでおり、来年1月中旬にはすべてのフロアにおいて一般利用が再開できる見通しとなっています。工事の完成により、安全で安心な施設の利用が可能となり、スポーツ活動をはじめ、各種大会等の開催のほか、市民の健康増進にも寄与する施策として、また地域地震等発生時の避難施設としても活用が期待されます。 さらにスポーツ学士の合宿の誘致にも弾みとなりますので、今後、施設改修効果をさまざまな分野に生かすことができるよう取り組んでまいります。以上で、本年度の予算編成方針、主な取り組みにつきましての説明を終わります。 続いて、田村副市長それでは私からは議案を順次、ご説明させていただきます。まず、第5号議案につきましては、なお、第5号議案につきましては、後ほど、市民病院事務局長よりご説明申し上げますので、ご了承いただきたいと思います。 まず第1号議案以下の補正予算についてご説明申し上げます。今回の補正予算では、令和2年人事院勧告の趣旨に沿って、一般職員並びに特別職等の給与費の補正を行っております。それでは、一般会計補正予算書の1ページをお開きください。第1号議案、令和2年度四万都市一般会計補正予算第9号でございます。歳入歳出,の歳入歳出予算の補正でございますが、 六億二千九百十一万五千円を追加し。歳入歳出予算の総額を。二百八十八億三千七百五十九万円とするものでございます。次の繰り越し免許費の補正。債務負担行為の補正。及び地方債の補正につきましては。五ページをお開き願います。第二票、繰り越し免許費補正でございます。 追加が19件で、新型コロナウイルス感染症対策として補正予算で対応した事業や、入札不調によるもの、査定決定後の適正抗期が取れない災害復旧事業など、年度内の完了が見込めない事業の繰り越しをお願いいたしております。6ページをお開きください。第3票、債務負担行為補正でございますが、変更が1件、追加が3件でございます。 変更の中村西中学校大規模改造事業に要する経費は、令和3年度事業費について、当初予算で債務負担行為を計上しておりましたが、国の補正予算による国庫補助の割り当てにより、令和2年度に前倒しして予算計上するため、債務負担行為限度額を減額するものでございます。追加のふるさと応援寄付金返礼品運送業務に要する経費、 及びスクールバス運行業務に要する経費は、令和3年度からの円滑な実施に向け、業務委託契約を締結しようとするもので、ごみ収集運搬業務に要する経費については、本年度末で各,事業各業者との契約期間が満了となるため、それぞれの期間を定め、限度額の範囲内で債務負担行為を設定するものでございます。<coughs> 7ページをお願いします。第4表、地方債補正でございますが、仮入れ額の見直しによりまして、限度額を補正するものでございます。記載の目的、限度額、記載の方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載しておりますとおりでございます。次に、歳出の主なものをご説明いたします。18ページをお礼ください。三巻一項三目、障害者総合支援費。 3432万7000円の補正は、令和3年度からの法改正に対応するため、障害者自立支援システムを改修として、294万8000円を計上するほか、自立支援費や地域生活支援費の見直しを行っております。20ページをお開きください。2項3目、保育所費並びに7目措置、児童措置費では、 保育所等の感染防止用品等を購入するなどの対策として、合計で600万円を計上するほか、子ども・子育て支援の見直しを行っております。21ページをお願いします。4巻3項1目、病院費の市民病,院あ、えー、病院費の病院事業会計負担金1億円の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民病院の経営安定化を図るため、 支援すするものでございます23ページをお依頼ください。6巻2項4目の林道開設改良費の林道改良1000万円の補正は、緊急インフラ対策として林道片尾・でノ河線を改良するものでございます。7巻1項2目、商工業振興費の新型コロナウイルス感染症対策利昇給及び信用保証料補給基金積立金2600万6000円の補正は、 中小企業振興資金制度の感染,感染症対策特別分にかかる令和3年度から令和7年度までの利子補給金および信用保証料補給金の財源として、地方創生臨時交付金等を活用し、基金に積み立て、高年度負担の軽減を図るものでございます。24ページをお入れください。3目観光費 観光施設等緊急整備464万6千円の補正は、感染症の影響により、より利用者が減少している四万島、カヌーとキャンプの里、ラッコに、観光シーズンに向けての誘客を図るため、サップを購入し、新たな体験メニューに追加して、観光客の受け入れ環境を整備するものでございます。27ページをお開きください。十巻参考4目。 学校建設費は先ほど債務負担行為でご説明いたしました、中村西中学校大規模改造5億1896万3000円の補正でございます。12ページにお戻りください。歳入でございます。11巻地方交付税は普通交付税の算定結果による見直しで、14巻使用料及び手数料以下の歳入につきましては、それぞれ歳出に見合う額を計上しておりますので、ご参照ください。 続きまして、特別会計補正予算書をお願いします。1ページをお開きく,ください。<laughs> 第2号議案、令和2年度四万都市後期高齢者医療会計補正予算第1号でございます。歳入歳出予算の補正でございますが、1345万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を5億5126万7000円とするものでございます。8ページをお開きく,ください。 参入からご説明いたします。1貫後期高齢者医療保険料112万9000円の減額は決算見込みにより見直しを行ったものでございます。3貫繰入金1項2目保険基盤安定繰入金59万4000円の補正は保険料軽減額の確定に伴い補正するもので、4貫繰越金は前年度決算に伴う繰越金を計上するものでございます。10ページをお開きください。 歳出でございますが、一貫総務費では、令和3年度からの法改正に対応するため、後期高,え後期高齢システム改修として、66万円を計上しております。二貫、後期高齢者医療広域連合納付金1300万7000円は、先ほど説明した歳入を納付するものでございます。13ページをお開きください。 第3号議案、令和2年度秦中央介護認定審査会会計補正予算第1号でございます。歳入歳出予算の補正でございますが、27万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を838万8000円とするものでございます。21ページをお開きく,ください、えー。歳出でございます。 一貫総務費の介護認定システム改修27万5千円の補正は、令和3年度からの法改正に対応するものでございます。20ページの一貫分担金および負担金以下の歳入につきましては、それぞれ歳出に見合う額を計上しております。23ページをお開きください。第4号議案、令和2年度四万都市介護保,介護保険会計保険事業勘定補正予算第3号でございます。 歳入歳出予算の補正ですが311万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を40億6148万4000円とするものでございます。32ページをお入れください。歳出でございます。主なものは、一貫総務費の介護保険業務システム改修273万9000円で、 令和3年度からの法改正に対応するためでもものでございます。30ページの国庫支出金以下の歳入につきましては、それぞれ歳出に見合う額を計上いたしております。以上で補正予算の説明を終わらせていただきますが、各会計の末尾には、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照お願いします。次に、議案書の8ページをお開きください。 第6号議案、四万都市新型コロナウイルス感染症対策、利子及び信用保証料補給基金条例でございます。これは本年5月に中小、中小企業振興資金制度、新型コロナウイルス感染症対策特別文を創設し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け,受けている市内業者の支援を図っているところでございますが、 今回、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を原資として基金に積み立て、令和3年度から令和7年度の利子補給および信用保証料補給の財源として活用するため条例を制定するものでございます。次に7号議案、四万十市国民健康保険、国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 これは地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得控除および公的年金控除から、基礎控除への10万円の振り替え等、令和3年1月1日施行の個人,個人所得課税の見直しに伴いまして、国民健康保険税の軽減措置において、不利益が生じないよう、所要の改正を行うものでございます。次に第8号議案。 四万都市、税外収入、督促、手数料、及び延滞金条例等の一部を改正する条例でございます。これは令和2年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する、地方税法等の一部改正に伴いまして、延滞金等の特例規定の改正に合わせた規定の整備を図るため、所要の改正を行うものでございます。第9号議案。 四万十市都市公園条例の一部を改正する条例でございます。これは本年7月に、旧中央公民館から市民スポーツセンター、卓球場および武道場へ空調設備を移設し、当該施設の利用者が快適に利用できる環境を整備しております。その空調設備,え空調設備整備に伴いまして、当該施設の使用料の見直しなど、商用の改正を行うものでございます。 次に第10号議案新型コロナウイルス感染症患者等に対する業務に従事した市民病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは当初感染の疑われる方への PCR 検査は高知県から依頼に基づき実施できる帰国者接触者外来設置医療機関に限られていましたが現在は高知県の指定した 検査協力医療機関において、医師が必要と判断した場合も、検査が可能となったことに伴いまして、市民病院の医療従事者に限定していた手当を、西土佐診療所の医療従事者にも支給できるようにするなど、商用の改正を行うものでございます。次に第11号議案、変地総合整備計画の変更についてと、第12号議案、 地総合整備計画を定めることについては関連しますすので併せてご説明いたしますまず第11号議案につきましては、平成27年12月議会で承認を受け、事業を実施している現在の変地総合整備計画において、新たに市内の光ファイバー未整備地域への施設整備、私立中学校再編に伴うスクールバス購入の追加、 また道路事業における改良区間の延長や設計変更等による事業費が増額となった頃からその内容を変更するものでございます。第12号議案につきましては、第11号議案で変更の承認をお願いしております現在の計画が本年度末をもって終了となりますが、当市の生活水準の向上を図るためには、継続して公共施設整備を推進していく必要があることから、 それらの事業の実施にあたり、有利な鎖である返地対策事業債を活用するために、来年度から令和7年度までの5カ年を期間とした返地,総合返地総合整備計画を新たに策定するものでございます。36ページをお開きください。第13号議案、工事受け契約についてでございます。 これは令和2年度四万都市防災行政無線個別受信機設置工事が予定価格1億5000万円以上の工事受け入れとなることから議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございますなお議案関係参考資料に契約の概要を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います次に 第14号議案、四万十市農業委員会委員の過半数を認定農業者等、またはこれらに準ずるものとすることについてでございます。これは新しい農業委員を任命するにあたりまして、認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しないこととする場合においては、議会の同意を得る必要があるため、農業委員会等に関する法律施行規則、 第2条第1号の規定にも続き、議会の同意を求めるものでございます。次に38ページをお開きください。この第15号議案から56ページの第33号議案までは、農業委員会委員の任命についてでございます。これら19件の議案につきましては、現在の農業委員会委員の任期が来年4月9日に満了することから、 次期委員19名を任命することについて、農業委員会等に関する法律第8条第1項の期待に基づき、議会の同意を求めるものでございます。委員の任期は令和3年4月10日から令和6年4月9日までの3年間でございます。なお、議案,参考議案関係参考資料として、任命する委員の経歴等を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 次に57ページをお開きください。第34号議案、あざの区域および名称の変更についてでございます。これは平成25年1月23日付で事業施行決定となった四万都市入田土地改良事業の実施に伴い、従来の筆階が消滅し、あざの区域が不明確となったことから、 新しくあざの区域及び名称を設定する必要が生じたため変更を行うものでございます次に61ページをお入きくださいこの第35号議案から80ページ第54号議案までの公の施設の指定管理者の指定についてでございますがこれら20件の議案につきましては一括してご説明いたします 従来より指定管理者による管理を行っているこれらの施設につきまして、本年度末をもって指定期間が満了することから、指定管理者を指定することにつきまして、地方指法第244条の2、第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。なお、議案関係参考資料に、それぞれの指定団体の概要を規制しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 以上で私からの提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。続いて原市民病院事務局長。 それでは私の方から第5号議案、令和2年度四万十市病院事業会計補正予算第2号についてご説明させていただきます令和2年度四万十市病院事業会計補正予算書第2号の1ページを開きください第1条令和2年度四万十市病院事業会計の補正予算第2号は次に定めるところによるものでございます 第2条、令和2年度四万都市病院事業会計予算第3条に定める収益的収入及び支出の補正でございます。支出を10万円増額し、17億8112万3000円とするものでございます。これは一時借入金に伴う支払い利息を計上するものでございます。収入については、高い傾補助金を1億円増額し、 18億8,268万9,000円とするものですこれは新型コロナウイルス感染症対応支援として一般会計から補助を受けるものです第三条予算第九条に定める一般会計等から補助を受ける病院事業の費用のための経費の金額の補正でございます これは前段で説明をさせていただきました一般会計からの補助金1億円を追加し3億3691万6000円とするものです4ページ以降に説明書を添付しておりますのでご参照いただきたいと思います以上で第5号議案の説明を終わります 承久にいたします。 正解にいたします中平市長より先ほどの提案理由の説明に関し訂正の申し出がありますのでお聞き取り願います。中平市長 それでは訂正をお願いいいいたたしたいと思いますまず観光商工分野に対しての支援策についての中で中村商工会議所青年部では四万十元気祭りフラフ祭りと花火イベントその後に中村青年会議所の星空スカイラインランタン大切な人へのメッセージというべきところ中村青年会議所のところを 中村商工会議所といったようでございますので、訂正をお願いをしたいと思います、そしてもう1点は、文化複合施設に関係でありますけれども、ソフト面で取り組んでいる管理運営実施計画の策定と言わなくちゃいけないところを、管理運営基本計画の策定と述べましたので、 合わせて二つご訂正をお願いをいたします。以上で発言訂正の説明を終わります。議長において発言訂正の説明の通り訂正することにいたします。以上で提案理由の説明を終わります。日程第四。令和二年。 9月定例会より継続調査の所管事項調査を議題といたします。本件に関し、各常任委員長の報告を求めます。先に、松浦晋総務常任委員長。 それでは総務常任委員長報告を行います。令和2年9月定例会において閉会中の継続調査となっております。所管事項調査のため、11月19日に委員会を開催しましたので、その結果についてご報告いたします。はじめに大学誘致の進捗状況について、企画広報課から説明を受け、調査を行いました。10月8日に大学誘致の取り組みについて、広報地の下田地区において住民説明会を開催し、 四万市の人口推移と将来人口、看護系大学の現状と将来性、大学誘致が実現した場合の効果等について説明をしたとのことでございました。参加者から令和4年度の学校再編を強行するのかとの質疑があり、市長から必ず大学を改革できるという保証はないが、できるだけ早く手続きを進めなければ、大学誘致の可能性はなくなる。苦渋の選択ではあるが、 人口減少の中、大学誘致は最初で最後のチャンスであるので、地域の皆様にはご理解をいただきたいとお願いをしたとのことでございました。その後も、中学校がなくなったら、移住者や子育て世代の方がいなくなるのではないか不安、党の意見や、当初は学校再編に反対であったが、地域に人が欲しいので考えが変わった、地域に子どもがいないのに学校を残すというのは無理ではないか。 子どもの立場に立った方向性を大人が示していくべきとさまざまなご意見があったとのことでございました。おおむね大学誘致は進めるべきとのご意見が体制を占めたような印象を受けたとのことでございました。委員から医師会との協議について質疑があり、執行部からは今年度、医療機関に対して実習生の受け入れについての課題や条件等の情報収集に努めていきたいとの答弁があり、 委員から、畑医師会と連携して取り組んでいくべきとの意見が出されました。また、大学を誘致することによって、どれだけの経済効果が期待できるのかとの質疑があり、執行部から雇用も含めた経済効果としては、四万十市に限定したデータとはならず、高知県全体への波及を想定したものとはなるが、時期を見て公表していきたいとの答弁がございました。さらに、四万都看護学部の特色として、 リカレント教育による新たな知識やスキルの提供医療機関からの研修生の受け入れ等も考えているとの報告もありました次に島万市文化複合施設整備について企画広報課から報告を受けました新型コロナウイルス感染拡大の影響で市民ワークショップの開催が延期になったことにより作業工程に遅れが生じたため実施設計に含めている一部の業務については 繰り越しをお願いいする予定ととのことでございましたただし、作業工程の見直しにあたっては、令和3年度の本体建設工事発注に向けた全体スケジュールには遅れが生じないように調整しているとのことでございました。また、10月2日に開催した第2回整備検討委員会では、地方の過疎化、高齢化の振興に手を差し伸べられるコーディネート機能が文化複合施設には必要である。 市民が利用しやすい使用料金にしてほしい、使用料金の減免については公平性を重視してほしい、申し込みや支払いにはウェブを利用し、分かりやすいサービスを検討してほしい等、利便性の向上等についてのさまざまなご意見が出されたとのことで、さらに12月28日には実施計画に関連した市民説明会の開催も予定しているとのことでございました。 また、開館後の管理運営については、直営か指定管理かの検討をするにあたり、市国内の関連企業に関心があるかどうかの意向調査を実施したとのことでございました。委員から管理運営については、市の直営とする考えはないのか、地元の業者の参入も検討してほしい、等の質疑があり、執行部から管理運営については、これからの検討課題だが、直営にすれば、 専門知識を持った職員の配置が必要となることなどから、指定管理の方がメリットがあるのではないかと考えている。JV もありえるので、地元の業者が参入できる仕組みづくりも考えていきたいとの答弁がありました。次に、予備費の充当について、財政課から報告を受けました。四万十市内の GoTo トラベル地域共通クーポン券の取り扱い店舗登録数が少ないことから、11月4日付で、 市内店舗への周知や登録手続きの補助等の事務を中村商工会議所へ委託する契約を締結し、その委託料に予備費を充当したとのことでございました。なお、その他の所管事項の調査につきましては、引き続き閉会中の継続調査にお願いすべきものと決しました。以上のとおりご報告いたします 以上で総務常任委員長の報告を終わります。続いて、宮本幸樹産業建設常任委員長。 産業建設上認知報告を行います令和2年9月定例会において閉会中の計画調査となっております所管事項調査のため10月29日に委員会を開催しましたのでその結果についてご報告をいたしますはじめに GoTo Go キャンペーンおよび地域クーポン事業について商工観光課から説明を受け調査を行いました GoTo トラベルについては 市内宿泊業者へ聞き取り調査を実施したところ、8月以降、宿泊客が増えたイメージがある、GoTo 開始以降は平日の予約も多い、単価の高い宿泊プランから予約が埋まる傾向にあるが、ビジネスホテルの予約も埋まっている等の意見があり、宿泊業に関しては客足が戻ってきた印象があるとのことでございます。ただし 地域共通クーポン券の登録店舗数を見ると、伸び悩んでいる印象もある、登録店舗数は旅行先を選ぶ判断材料の一つ,ともなるため一つにもなるため、国の事業ではあるが、所管課としても取り組みを進めていきたいとのことでございました。次に、はた6市町村で実施している、はたたクーポンについては、市内宿泊施設での 配布枚数に比べ、市内での消費枚数が多いこと、市町村別の事業負担,割負担額割合,に割,割合よりもクーポンの換金割合が高いこと、業種別換金状況を見ると、約半数が飲食店や居酒屋、スナック等で使用されていることから、本市における事業効果は高く、 旅行,業者旅,行旅行者および参加店舗の双方から公表を得ているとのことでございましたそのため旅、はたたびクーポンを引き続き令和3年1月から四万十四万のクーポン事業を予定している GoTo トラベルおよびはたたびクーポン以降も切れ目なく誘客を図り地域での消費関 観光振興地域経済の活発化に努めたいとのことでございましたあ活性化に努めたいとのことでございました委員から GoTo e a t の登録店舗数に対し GoTo トラベルの地域共通クーポン券に登録している飲食店数が少ない理由はな,なぜかイートに登録できたのであれば 共通地域共通クーポン券にも登録した方が良いのではないか等の質疑があり、執行部から GoTo e a t の登録が完了しないと地,地域共通クーポン券への登録ができないため、その手続き中である場合や、単純にイートにしか登録していないなど、理由は様々だと思われる、所管課としても両方に登録してもらいたいと考えているため、 未登録店舗の掘り起こしにつ等について取り組みを進め,進めたいとの答弁がございました次に私有林、分集林について農林水産課から報告を受けました近年私有林、分集林等の分集林の管理等を行う地区保護組合から市に分集権を買い取ってもらいたいという要望が寄せられるようになったため 昨年度、町内の政策調整会議で文集権の取り扱いについて協議を行った要望の背景には組合員の高齢化が進んでいることや保護組合によっては文集権を子どもに引き継げなかった,引き継げなかったり地区から離れると権利を失う条件があること等が挙げられるとのことでございます。現在全12地区のうち 8地区と協議しており大石の川地区、上小地区、竹屋市地区の3地区については来年度中の買い取りに向けて協議を進めている <laughs> 買い取り価格は搬出 干ばつ及び海抜等の山林経営により市に入る収益の範囲内で地区と交渉して決定したいとのことでございましたなおその他の所管事項の調査につきましては引き続き閉会中の継続調査にお願いすべきものと決しました以上のとおり報告いたします 以上で、産業建設常任委員長の報告を終わります。続いて、上岡正教育民生常任委員長。それでは、教育民生常任委員長報告を行います。 令和2年9月定例会において閉会中の継続調査になっております所管事項調査のため11月20日に委員会を開催いたしましたのでその結果についてご報告いたしますはじめに子育て支援課から公私連携養護連携型認定子ども整備,整備の進捗状況について 愛育園の駐車場問題の進展について、具道保育所の建て替え場所についての3点について説明を受け、受け調査を行いました。8月27日に契約が交わされ、工事が進められている認定子ども園は、10月末に基礎工事の一部が完成。 11月末には鉄骨の組み立てと屋根が完成見込みで、ほぼ計画通りに進捗しており、12月からは外壁と内装工事に取り掛かるとのことでした。委員からは、運営主体の光会との協定の中で、保育の内容や人員の確保など、いろいろと、 精査しなければならない内容について、どのように検討していくことになるのかと質問に対し、運営に関する計画についての協議は、協定の中で3者協議会で行うことになっており、仮に1回目を終了し、2回目を今年12月に開催する予定となっている、また協議会の協議結果については、ホームページ等で 掲載するように検討ししたたいととのことでありました次に、保護園の駐車場につきましては、現在、保護者の送迎用駐車場として、中村中学校プール、南側の民有地を無償で利用しており、10台が駐車できるが、税務署の申告時期には利用が制限されることなどから、 他のの駐車場の確保も検討している現在、愛育園近隣に3か所、高地を選定しており、一番広いところで約40台、あと2か所は約20台の駐車が、可能来年度から利用できるように、鋭意取り組んでいきたいとのことでした。次に、ぐど保育所の建て替えについては、 移転・工作として、現具道保育所の北側と自由が丘団地西側の2カ所で、敷地面積はともに約4000平方メートルとのことです。スケジュールは今年度中が検察用事の検討、令和3年度は用事の購入、そして整備と実施計画。 あ実施設計4年度が移転家事工事で5年度に解消の予定とのことです第一回目の保護者アンケートでは移転先を道あ現駆動保育所北川が36%に対し自由川が男児西川が60%でしたが意見交換会を経て再度 アンケートを行ってほしいとの要望があり2回目を実施したところ県工藤保育所北川が73%自由が丘団地西川が26%と逆転となった一方工藤地区区長会との意見交換会では事業費が高くなっても安全性を考えて 高台への建設が必要ではないかとの意見が大勢でした。今後の予定,と予定としては安全性や利便性、財源等を比較を検討しながら総合的に勘案し、今年度あ、今年12月には市としての方向性を定めたいとのことでした。委員からは、土地購入費はそれで いくらぐらいになるのかとの質問に、路線化の試算によると、工藤保育所北側は約1700平米で約4000万円、自由が丘、団地、西側は、のり面も含めて約5800平米で約1億3000万円になるとのことでした。ま、たアンケートの 結果が逆転した理,理由は何かとの問いに、1回目は災害発生時を不安視される方が多かったと思われるが、2回目,2回目では保育環境や近隣に恵み入,入児保育園や学童生徒があることなど,かなどの利便性、また通園には徒歩や自転車に乗せて、 連れてくる保護者も多いことから、高台になると、退院になると感じたこと等が、結果に反映されたのではないかとのことでした。また、委員からは、移転先の選定については、金額だけを最優先せず、総合的に慎重に協議をして判断してほしいとの意見が出されました。次に市民病院事務局から 令和2年9月までの収支状況について調査を行いました。令和2年4月から9月までの、医業収入は6億3400万円で、昨年前期比1億700万円の減。医業支出は6億6100万円で、昨年前期比2800万円の減。 業利益としては、7900万円の収支,収支悪化とのことでした。入院患者,患者は、今年4月から9月までの1日当たりの平均51.2人、昨年年期比17.5%の減、外来は1日当たり平均で26.6人減少し、 13.5%の減となったとのことです。要因としては、新型コロナウイルスによる診療の差し控えや、6月末に内科医が退職したことによるのではないかとのことでした。次に学校教育課、学校教育課から、児童・生徒の学校生活の様子について、学校行事の実施状況と予定について、 オンンライ事業,業に関する環境の整備状況と教員の研修計画について学校給食で輸入小麦を使用したパンの提供の有無についての計4件について説明を受け調査を行いましたまず市内小学校の不登校児童生,生徒数およびいじめの認知件数の 年度別推移について説明があり、委員から新型コロナウイルスの影響は見受けられないのかとの質問がありました。執行部からは新型コロナウイルスが影響しているのかはっきりは分からないが、学校再開後に転学年において家庭から離れられる登校をしぶる子どもたちが見られた。しかし、か 1一学期末段階で見ると、特段コーナーによって急増したということはなく、昨年と同じぐらいの数で推移しているとのこと,ことでした。学校行事について,ついては、修学旅行は小学校では東中津小学校および水田小学校を省き実施済み、中学校も今年度予定した学校はすべて実施済みで、 中村西中学校と西津和中学校は来年4月に現2学年生が行く予定、また運動会や体育祭、文化祭等についても各学校で人数制限や時間短縮、内容を空るなど配慮を持って中止することなく開催できたとのことでした。次ににオンンライン授業に関する環境の 整備,整備状況については、端末は今年7月に契約を課しており、納期は令和3年1月31日、整備台数は児童生徒用2240台、教員用268台、各学校の予備機183台の経緯 時を予定しているまた、ネットワーク環境整備については、調査設計を上半期に業者に委託して、終了、現在は機器調達や取り付けなどを行っている、個数が多いので、A グループ実行 B グループ発行に分けて順次整備していき、 納期は令和3年2月28日とのことです。また、令和3年度から4年度に再現される予定の小規模校7校については、現在の環境でも対応が可能なため、今年の整備計画から除外しているとのことでした。委員からは、家庭の段設備が整っていれば、 使用可能になるとの質問に、部類的には可能だが、家庭それぞれ整備環境が異なっていたり、通信料は各家庭負担となったりすることなど、諸課題もあることから、現時点では各家庭に持ち帰って運用は検討していないとのことでした。次に学校給食の給食での 輸入小麦を使用したパンの提供の有無について、基本的には米飯給食だが、急な炊飯,炊飯機器の故障により、炊飯が不可能となったため、昨年中に2回それぞれ1200食分の食パンを発注し、その際はすべて輸入小麦を使用したもので、 あったとのことを農業者に確認しているとのことです委員から早急な対応で難しいかもしれないが安全性も考慮し国産小麦を使用したパンの購入を検討してい,た,いただきたいとの意見がありました主管事項の報告としてまず学校教育課から中学校再編準備委員会における再編に関わる小事項の 取り扱いい方針について報告がありました昨年12月に作成策定された再編成後のスクールバス、自転交流事業、制服等の取り扱いについて改めて報告,報告を受け、スクールバスについては運転手の確保が難しいことから令和3年4月からの運行をスムーズに行うため、 債務団行為を次回定例会にお願いしたいとのことでした次に保育の、うん、子育て支援課から地域型保育事業等の事業廃止についての報告を受けました新田のキッズハウスどんぐりと上山本町の山本 医師所から令和3年3月末での閉所の報告があったとのことでございました次に市民病院事務局から医師の退職等について報告がありました昨年度昨年定年を迎え1年の退職延長をして勤務いただいている脳神経外科の 番医師について、昨年度の、あ失礼昨、来年度の延長を求めないこと、同じ脳神経医科医の河田医師が今年末で退職し、4月からは当面の間、非常勤医師として週3回程度、外来診療をしてた予定になっていること、また、 樋口委員長がご高齢等の理由から、委員長職を退く意向を示されており、後任には以前、市民病院に勤務していた方に当たっており、前向きにご検討いただいているとのことでした。委員からは、脳神経外科診療が2名体制で亡くなる。 亡くなると回らなくなるのではないかとの質問に現在、入院患者は他の科に比べると少なく今の外来患者数なら対応可能緊急,救急診療の場合は、旗県民病院で,で対応してもらうようになるとのことでした。なおその他の他所管事業所 調査につきましては引き続き閉会中の継続調査にお願いすべきものと決しました以上のとりご報告いたします以上で教育民生常任委員長の報告を終わりますこれにて各常任委員長の報告を終わります 以上で本日の日程は全部終了いたしました。なお、12月8日から13日まで9回、12月14日午前10時会議を開きます。12月14日の日程は一般質問であります。質問者は12月9日水曜日午前11時までに質問内容を文書により通告を願います。念のため質問順位を申し上げます。1番 神岡新一議員2番、河村一郎議員3番、寺尾慎吾議員4番、松浦慎議員5番、安岡晃議員6番、広瀬正明議員7番、川淵誠志議員8番、柿内隆文議員9番、谷田道子議員10番、 山崎司議員、十一番山下幸子議員、十二番上岡正議員、以上質問者は十二名であります。本日はこれにて参加いたします。どうもご苦労様でございました。